はい。それでは本日は、一級建築施工管理技師の令和3年、二次検定、技術検定の再編、および1週間前の計画や、試験当日、そして私生活についてのお話をしていきたいと思います。こちらの動画は、最短、最速で合格や、1ヶ月で合格等を狙っている人向けではありません。継続的に勉強し続けてきた人向けになりますので、ご了承ください。今回は、技術検定の再編についてというところと、あとは、1週間前の計画についてお話をしていきたいと思います。 まずはじめに技術検定の再編についてお話をし,していきたいと思うんですけども結論から言うとベースは過去問で解き続けていただければと思います今年はですね例年に比べて過去問が分析しづらい年になっていますただ一つの例として先日行われました一級土木施工管理技師の二次検定が昨年に比べてあまり変わらず過去問を徹底的に勉強しておけば高得点を狙えた問題でした ただ、まあ、建築と土木は試験期間が違うので、えー、そもそも絶対とは言えないんですけども、一つ参考としてください。そして、それと,ふと、えー、二つ目がですね、一級建築施工管理技師の一時検定の応用能力問題もですね、こちらも何が出てくるのかと非常にちょっとドキドキしていたんですけども、結果、蓋を開けてみれば、過去問から出題されたものが多くありました。よって過去問を地道に解き続けることは合理的だと思われます。なので、一旦見ていただきたいものが、 まあこのようなですね、えー、絵を見たことあると思うんですけども、えー、この実地試験の問題に関しては、この二次検定という言葉に変わって、ここが新しく問われてきているものですね。で、えー、この1と2なんですけども、これはここのまま移動してきていると。で、えー、この管理技術者としてという言葉がプラスで加わったほか、この高度のというものがもうなくなっております。この応,力応用能力を有すること、高度のというのがついていないので、まあ、これがこれに変わったのかなと思っております。 あとはこの知識の問題に関しては5択一子の問題が増えると思うんですけども、まあ、結果から言うとこちらは問題4の仕上げ工事の適当な5の記入が5択1子になるのではないかと予想しておりますなので、まあ、今回の、えー、二次検定に関しては過去問から過去問とあまり変わらないのではないかと思いますこちら一級土木施交換理士の二次検定私が総評したんですけども、まあ、今回の問題は、えー、過去問から散見される問題が多かったということで試験はちょっと優しかったのかなと思います 1>, まあ1つの問題さんだけちょっと非常に難しい問題なのかなと思いました、えー、この経験記述に関しても違う問いが問われてくるのかと思っていたんですけども、まあ、あの安全管理品質管理工程管理で問われているんですが、まあ、安全管理で、えー、文言も、えー、昔と同じような文言で出てきていた,いいたのでこの過去問のまとめ、えー、10年分やらせていただいてたんですけどもしっかりと安全管理の過去問をやっておけば解けるようなものが出てきましたそして過去問との文言も一緒ということでしたね あとはまあ他の問題なんですけども平成30年とか平成26年の類似問題であったり他のえ問いに関しても平成令和2年とか平成28年のえまあ問われてきた問題が出てきたりしているので、まあ、このように見ていると1級土木も、えー、2, 級,土木2級,1級建築施工管理技師も基本的には過去問をやっておけば大丈夫かなと思いますなので今回1級建築施工管理技師の二、えー、次検定に関してはこの、えー、順番を見ていくと、えー、結論 建設副産物が経験期日で通れるのかなと思います。そして、問い2番に関しては、4年に1回出てくる災害発生対策が出てくるのではないかと予想しております。そして、あ仮設計画ですね、すいません、ここ,こが安全管理きているので仮設計画ではないかと思います。続いて、この問い3番に関しては、適当な5区の記入が前年来ておりますので、施工場の留意事項が今年来るのではないかと。 そして5択1子がこの仕上げ工事の適当な極の記入というところで出てくるのではないかと思います。ただ問い5番に関してはバーチャルトの可能性もありますしネットワーク工程表の可能性もあります。まあ多分ネットワーク工程表の可能性が非常に高いということですね。そして放棄に関しても今まで通りの通常営業という形だと思われます。なのでまあ基本的には過去問をしっかりやっておけばもしかしたら解ける問題ではないかと私は予想しております。 続いて、経験技術の問題なんですけども、経験技術に関しては、毎年ですね、内容が少しずつ変わっています。過去問と全く一緒の文言では出題されないということですね。経験技術に関しては、メインでは、建設副産物をやっていただく必要があります。そして、サブの内容として、品質管理及び工程、えー、施工の合理化ですね。なので、このような二つをやっていただく必要があります。近年の一級建築施工管理技師の二次検定、問題一に関しては、 施工の合理化に加えコストカットできたことや合理化に加え建設副産物の発生抑制ができたことなど合理化プラス副,副次的効果的な意味合いの問題が散見されます今回建設副産物の問題が予想されるため発生抑制プラス○○であったり再使用プラス〇〇○○再生利用プラス〇〇○え熱回収プラス○○などが出てくるのかの予想しております○○〇〇の部分に入るものは例えばコストカットであったり工期短縮 品質の確保、保安全全、対策、環境保全騒音振動等などがが問われる可能性が非常に高いといととうことですねなのでメインとしては建設副産物をやっていただきたいんですがそれとはプラスで品質管理できたことであったり施工の合理化を行えたことというものもしっかりとやっておく必要があると思いますのでこの部分ですねこの副次的効果と言われる部分もしっかりと勉強していただければと思います。 そして5択1子の問題なんですが先ほども説明したように問題4の仕上げ工事適当なごくの記入ではないかと予想しております。なので一時検定の令和3年の問題、今、えー、年やった令和3年の一時検定の問題と令和2年以前の過去問及び二次検定の過去問を行えば対策できるのではないかと思いますので勉強する範囲に関しては 前年よりも広がりましたが、まあ、過去問をギュッとやっておけば、もしかしたら解ける可能性が非常に高くなりますので、こちら、高額に向けて、えー、一生懸命勉強していただければと思います。続いて、この1週間で行うこと、計画に入っていきたいと思います。えー、こちらに関しては、まだ手をつけていないも過去問であったり、えー、弱点対策、苦手科目の、えー、問題を集中的に行う。そして、3つ目が、数字形ですね。○○センチ以上、○○歳未満などの暗記項目。そして、経験記述。えー工程間えー 施工の合理化、そして安全管理あ、安全管理じゃないですね、施工の合理化と建設副産物と品質管理の経験技術ですね。そして模擬試験や過去問で正解した問題でも分かるか分からないか曖昧な問題、このような問題、そしてあとは一時検定の仕上げ工事の過去問、このようなことを1週間で行っていただきたいと思っております。この6項目ですね。 例えば、月曜日に関しては、経験記述と苦手問題、まだ手をつけていない問題であったり、曖昧な問題、一時検定問題などを行ってください。そして、火曜日、そして水曜日も同じようになっております。そして、木曜日に関しては、経験記述プラス過去問の総復習。金曜日に関しても、経験記述とプラスで過去問の総復習。そして、土曜日に関しては、経験記述プラス過去問で間違えた問題であったり、暗記系の問題をしっかりとやっていただく必要があります。 そしてここまでが試験の前日までなんです,なんですけども、えー、試験の当日です、えー、こちらに関しては暗記系の問題や曖昧な問題ちょっとまた、えー、わからないと言われる問題ですねちょっと記憶に定着していない問題や、えー、一時検定の問題などをしっかりと解きまくるということですね、えー、当日試験当日に関しては試験開始の45分前までには着席して暗記系の問題であったり曖昧な問題経験記述の見直しをしっかりと、えー、行うということになります テキストを眺めるのではなくて、しっかりと問題を解くということですね。経験技術に関しても、目で見るのではなくて、しっかりと書くということが重要になります。なので、試験の当日、着席したら、しっかりと問題を解いてください。多分、お昼からだと思われます。なので、お昼ご飯を食べる場合は、腹7分目から6分目から7分目ぐらいまでにして、その後、ブラックコーヒーを飲みますと。これが十五分ぐらい、その後、15分ぐらい寝て、 コーヒーナップと言われる仮眠方法の一つなんですけどもその後15分目をつぶった後に余った時間に関しては廊下で勉強したりとかですね廊下で勉強するのがちょっとあれだったら椅子,に座って椅子に座って勉強していただくという形になりますなのでギリギリのギリギリまで勉強していただきたいと思っておりますそして試験時に関しては得意な問題から解いていきます例えば放棄がすごい得意であればふ開けた瞬間に放棄からとか それか、えーまあ、仮説計画の問題が得意であれば問題2番から解いていたりするということですね。あとは漢字間違いや、えー、記述ミス、記載ミスなどがないように、例えば 5,、えー、5と書くところを5かと書いたりするなど、えー、このようなところがないかしっかりと確認する必要があります。なので試験時間余ったら必ず確認というのが必要になりますので、こちらも間違えないようにお願いします。そして新規問題が必ず出てくるので、こちらは動揺しないということ。そしてそれと付随して今まで勉強してきた自分の力を信じるということですね。 動揺してきても過去問をやり続けてきた自分の力今日までがマックスの力なのでその力を信じてメンタルを安定させて真っ白にならないように問題を解いていくという形になりますそして例えば時間,割時間の配分を先に割り当てておく,割り当てておくということですね例えば放棄20分の後安全管理20分下り30分仕上げ30分工程20分の後に経験技術を持ってきたり すするようになりますのでこのような時間配分を先に割り当てておくと時間をロスしたりしない可能性が非常に高くなりますのでこちらも1つ対策として参考にしてくださいそして私生活に関してはこの1週間は7時間ほど睡眠できる時間を可能な限り確保してくださいあとは朝ごはんに関しては定時 i 食品ですねヨーグルトであったりバナナリンゴ大豆焼き菓子などがありますなのでこのようなものをしっかりとって特に当日の朝もこのようなものをとって あまり血糖値が上がらないように健康管理をしていただくということですね。そしてあとはま前日の夜はお酒を飲みすぎないでくださいということになります。ま試験終わったらあのたくさん飲んでいただいても大丈夫なので、まこのように私生活もギリギリのギリギリまで徹底していただければよろしいのかなと思います。以上今回の項目をすべてお話しさせていただきました。また今回はですねちょっとベーベースは過去問になるんですけども、過去問が分析しづらい年になっております。 あとはもう一週間残り一週間となって結構きついと思います多分プレッシャーがだいぶかかってきてると思うんですけどもラスト一週間一生懸命頑張ればやっとあの、まあ、緊急事態宣言も明けてそして試験も明けるので、えーまあ、心は解放されると思いますのであと一週間は本当に、えー、一生懸命頑張っていただければと思いますでは今回はこれで以上とさせていただきますありがとうございました